世界史とゲルマニアについて。皆さん、こんにちは。今回の世界じっくり聞こうは、世界史とゲルマニアについて紹介していこうと思います。ナチスのアドルフ・ヒトラーは、ドイツの独裁者であり、ユダヤ人を虐殺したり、第二次世界大戦の引き金となるポーランド侵攻を行った人物として知られています。ヒトラーが目指していたのはドイツのみならず全世界の独裁者だったとも言われていますが、それを具現化したような巨大な都市を作り上げようとしていたのです。総合建設計画ゲルマニアはヒトラーの描く世界首都を実現するためのプロジェクトでしたが、その黒い夢が叶うことはありませんでした。オカルト視点でヒトラーを考察してみる。ナチスのアドルフ・ヒトラーは言うまでもなく残虐非道なドイツの独裁者であり、日本の政治家が少しでもヒトラーを称える言葉を発しようものなら敵対政党から総攻撃を受けてしまうでしょう。特にユダヤ人に対するホロコースト、大虐殺においてはいかなる弁明も通用しない卑劣な行為として世界に知れ渡っています。ヒトラーにはヒトラーの予言と呼ばれるオカルト的な噂がありますが、これにはヒトラーにしか見えない謎のあいつが登場します。あいつの存在は時にはヒトラーの命を救いますが、ユダヤ人を虐殺するように命じたのもあいつだと言います。ユダヤ人は世界を支配して経済も政治も軍事もありとあらゆるものを手に入れるといった予言から、あいつはユダヤ人を根絶やしにすることをヒトラーに命じたとヒトラーの予言では言われています。またレイカーツワイル博士の唱えたシンギュラリティの話のような未来世界が地球に訪れると予言しており、人類の英知を超えた超人が地球の全権を握り、人々は支配されていることも気がつかないままに別の生物へと変貌していくと言われています。もはやヒトラーがこの世にいない以上、あいつの正体は永遠の謎に包まれそうですが、常識で考えれば精神疾患が疑われるでしょう。しかしオカルト研究の世界では悪魔や魔物、宇宙人があいつの正体であるという噂がされているのです。悪魔の建築家アルベルト・シュペーア。第一次世界大戦後のドイツは賠償金だらけで資金面で窮地に追い込まれていました。そのドイツの危機を救ったのがナチスでありヒトラーだったのです。祖父や父が建築家であり自らも建築家を目指していたアルベルト・シュペーアは、他の多くの若者と同じく閉塞的なドイツに光を与えてくれるナチスに入党します。ベルリンにあるナチスの建築物の改築に関わった彼はヒトラーの官邸の改修に参加する機会を得て、そこでヒトラー本人と親交を深めることとなりました。芸術家のような感性を持つヒトラーは才能あふれる若き芸術家シュペーアと意気投合し、お互いを親友として認める間柄になります。やがて当主任建築家になったシュペーアはニュルンベルクのナチスの党大会会場の設計を行い、その地位を確立させていきます。彼は独自の建築理論、廃墟価値の理論を掲げており、これから新しく建築される建造物は将来廃墟となっても芸術性の高いものでなくてはならないという考え方を持っていました。つまり優れた建築物は廃墟となっても美しくなければならないというポリシーが彼にはあったようで、このような姿勢がヒトラーからは気に入られていたのでしょう。1933年、ベルリンを大改造するゲルマニア計画を任されたシュペーアは、自身の最高傑作とすべき全力を尽くしてプロジェクトに力を入れていきますが、ドイツが敗戦したことにより完成は叶いませんでした。
ナチスの非道な振る舞いに力を貸していたシュペイヤーに対し、世間は決して甘くなく、彼を悪魔の建築家と呼び、非難の対象としていきます。また、軍需省という兵器、武器、弾薬、軍事生産関係に担当する大臣職に就き、軍事兵器の生産効率化に貢献してきたという面もあるため、シュペイヤーはナチスの崩壊とともにその悪名を歴史に刻むことになりました。シュペイヤー自身は軍需省という役職は受けたくなく、ヒトラーの強い申し出を断れなかったために仕方なく任に就きましたが、この頃からヒトラーとの関係に陰りが見えてきたのでした。そしてシュペイヤーがヒトラーを最も非難した出来事は1945年のネロ司令の発令であり、敗戦後の資源の温存を考えたシュペイヤーに対して、敗戦するなら自国の資源など焼き払ってしまえというヒトラーとの考え方の違いが真正面からぶつかった瞬間だったと言えるでしょう。世界首都ゲルマニアとは、ヒトラーは芸術的なものに執着があったと言われていますが、ドイツを我が物のように治める彼にとって、首都であるベルリンの街を好きなように作り変えるという欲求は必然的なものだったのかもしれません。全世界に己の力を示すために、権力の象徴と呼べる都市を作ることは、ヒトラーにとっては世界にアピールする絶好の機会だったと言えるでしょう。この大胆なベルリン改造計画の創刊をアルベルト・シュペイヤーに任せ、自身の構想を現実にしようと夢を膨らましていきます。世界首都ゲルマニアの建築物の特徴は、第一に巨大であるという点であり、強烈な威圧感を与える街並みはヒトラーの性格をそのまま形にしたようなものでした。例えばヒトラーが原案をデザインしたというフォルクスハレと呼ばれる聖杯神殿は、ドーム型の集会ホールであり、世界首都ゲルマニアの象徴といえる建築物になりますが、ローマにあるサンピエトロ大聖堂の10倍の大きさになる予定でした。巨大な凱旋門をシンボルとした国家中枢部に向かうメインストリートには、11棟の官公庁のビル、2万人が入れる巨大な映画館、21階建ての巨大なホテルなどが立ち並ぶ予定だったようです。第二次世界大戦におけるナチスの敗北は、このゲルマニア計画を未完のまま終わらせる結果になりますが、いくつかの建築物などは今もその姿を街並みに残しています。陸上競技場であるベルリンオリンピアスタディオンや、ドイツ帝国銀行であったライヒスバンキングビル、ヘルマン・ゲーリング街、日本大使館、イタリア大使館など、用途は以前と変わったものもありますが、今でもゲルマニア計画の名残は見ることができるようです。金色の勝利の女神ヴィクトリアを飾った戦勝記念塔は、かつてはベルリンの象徴として帝国議会前にそびえ立っていましたが、ヒトラーはゲルマニア計画には無用の産物と思ったのか、ティーアガルテンという大きな公園内に移動させています。1872年のデンマーク戦争での勝利を記念として建てられたものですが、1889年生まれのヒトラーにとっては、ナチスの栄光を語る上で邪魔な存在になっていたようにも思われます。幻の世界首都ゲルマニアの話をシュペイヤーとする時のヒトラーは、とても楽しそうだったと側近たちは話していますが、己の征服欲が具現化されることに喜びを感じていたように思われて仕方ありません。米中一、サンピエトロ大聖堂。バチカンにあるカトリックの総本山といえる場所、世界最大のバロック建築であり、ドーム内径は42メートル、高さは138メートルにもなる巨大な大聖堂。米中2、ライヒスバンキングビル。現在はドイツ帝国銀行ではなく、連邦外務省の一部庁舎として使われている。まとめ、アドルフ・ヒトラーはベルリンが世界に通用する首都になるようにと、ベルリンを大改造するゲルマニア計画を実施します。個人的には
新宿副都心の都庁が作られた時に感じた、こんな大げさな建物が必要なのかという気持ちに似たものがありましたが、グローバルという視点からは必要だったのかもしれません。ただヒトラーという人物から考えれば、自分の力を誇示したいという思いが強かったのではないかとやはり思えてしまいます。これは独裁者によくある征服欲から来るものであり、他人に自分の圧倒的な力を見せることで精神的な安定を求めていたとも考えられます。最も信頼を得ていたと言われる建築家のアルベルト・シュペアも最後はヒトラーと不仲になっていますが、世界一の悪名高き独裁者は世界で一番孤独な男だったということなのでしょうか。幻の世界首都ゲルマニアは権力という厚いメッキで覆われていますが、その内側には孤独感や劣等感といったヒトラーの心の闇が隠されていたのかもしれませんね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらのボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。